沖縄チャンネル学力一斉調査開講編はい、ということで、ご教科、皆さんには小学校程度の問題を受けてもらいまして、各教科20点満点の100点満点、回答して結果が出ました。ありがとうございます。あの、2人、生だけ、生だけ。はい、もう今の沖縄の、教育も頑張って、全国の中でも少しずつ順位が上がっているというのは耳にすることありますけども、まあ、少子化だけど沖縄はまだ子供が多いということですね。全然違います日本語が0点です。あの0点です。今のもう順選手の日本語ができてません国語の点数が高いな、はい、もう本当にね、でも本当に本土と沖縄の教育格差出ちゃってましたこの4人で、この4人で局所的に出ちゃってました。やばい。ちょっとね、まあ、皆さんにもね、国語算数英語どういう、クイズどういう回答があったのかっていうのをちょっと見てもらいたいんで、まずは、順番に国語から、いきたいと思います。吉田先生、じゃあちょっと国語のみんなの回答用紙、はい、私たちもこれまずもらったら、ありがとうございます。はい、めくらずに、まだ見ないでくださいね。はい、1枚目見てください。お願いします。はい、これ木名舞子さんの回答ですね。国語、はい、はい、いいですよ。1番、頭を抱えるの例文。純選手が繊細なことを鮮明って言ってヒートさんが頭を抱えるはい、正解、素晴らしい、すごい。この2番、素晴らしい、舞子さん正解してます。おだけど、ちょっとね、あざとさが出てるというちょっと問題から言いますよ。人の好みや考えはそれぞれを、それぞれ、それぞれを、それぞれ、それぞれ、その問題も逆転が抜けてますよ。あの、国語力、これも国語力です。聞いてないです。いや、どんだけ文脈をうまく聞き取れるかの問題ですから、これも。それも問題の一つです。吉沢さん、そんなミスしません。まるで吉沢さんも間違ったみたいで。優しい、いろんな、ね、こともありますが、それを意味する人の好みや考えはそれぞれを意味する四字熟語は何ですか、はい、これ10人問いので正解になってるんですが、その左に多種多様ハテナという保険をつけてます保険をつけてますけれども、これはどっちが10人問いろです。10人問いろですか。ファイナルアンサー。絶対そうです。正解です。まあ、これはね、これも浅野さんが出てますね。ちょっとね、2つ入れて、吉田さんがね、もうマリーさん可愛かったから丸にしちゃったんですかね。ありがとうございます。そういうのもあるんですか。いや、人生生きていく、まあ、そういうテクニックもね、出てますね。はい、そうです。あと8番、1年の手を頭に、はい、元旦ですね。はい、まあ、2年生ですが、残念です。どういうことですか。何が正解ですか。元旦にあり、です。へー、仕方、はい、へーって言ってる。よのみね、はい、次見てください。はい、めくってもらったら、はい、8番見てください。よのみね、1年の毛は月日にあり毎日毎日も何だ、ね、ちゃんと過ごすので、この1年っていうのはすごい素晴らしいね。毎日毎日あったらね、そこにありとか言うことも言いませんからね。ね、1年の時は元旦にも気持ちよく過ごすので、その1年がね、はい、うまく過ごせるんだよってことですから。はい、ヒントどうしました。笑ってますけど、面白い。我が輩は猫だよ、ね、猫だよ、諦めたいですこれ、猫描いたんですか、本当に我が輩は、あの、新しい獣であるんです、これは猫がちょっとこうやってるように見えなくて、本当ですよね。完全に猫とは読めませんから、これは罰です。はい、あとちょっと2番、人の好みや考えはそれぞれを意味する四字熟語、一人百姓でどういうの。一人百姓、一人百姓だよ。これどういう意味ですか。これ一人百姓とかもある。一人百姓とかそういうこと。いや、一年百姓だったら意味違うし、こんな一人百姓、百姓一揆じゃない。百姓一揆でもない。意味も違う。一人いれば百姓できる。はい、人で育てられないから。マリコとヨナミネのおバカ回答で純選手にずっと笑ってないです。何がおかしいかと分かってないです。は
2番、人の好みや考えはそれぞれを有する4次熟語、自己判断。何を知れた4次熟語。感じますね。十人いろいろ、みんなそれぞれ違う考えがあるよねって優しい4次熟語なんですよ。自己判断。もうあなたのせいですよ、自己判断。はい、そして、また順です。いじるところが多すぎます。4番の丸2見てください。4番の丸2、単純な手続き、はい、単純な手続き、1回正解を書いてるのにそれを消して、なんと自分の漢字、このテスト用紙内に答えがあるのにそれを消してわざわざ間違いを書いてます。だから迷ったわけよ。はい、単純な手続き。はい、そして7番、問題作7番、空欄に漢字を入れて四字熟語を完成させましょう。背筋の芯、背筋の芯、こういう、俺たちは絶対にここを通さないぞっていう背筋の芯。これ言ってたら、なんていうか、四字熟語本当に苦手で、四字熟語に言って苦手だから、四字熟語限定で、はい、で、まだまだあります、8番、1年の計はここにない、これで格好つけてるんですか、1年の計はここにない、はい、まだまだ続きます、9番、我が輩は猫で、時間は合わない。相当忙しい人間が猫に生まれ変わって全然忙しさを切れてるの。猫になっても忙しいんだ。猫になっても忙しい。猫が猫の手を借りてください。なんすこれ。違う、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 どういうことですか。若輩は猫であるまで絶対聞いたことあるし、お自信を持ってたわけよ。だからもう二文字って言ってこの人忙しそうだなって思ってこんなに今ね、いろいろね、お会いになりましたが、で、最後、10番、歴史上の人物、猪之助。大体にこれ、近くにいる朱之助が目に入って、朱之助はさすがにないから、猪之助にしてますよね。本当に、龍之助とか、そういうなんか、一文っぽいかなと思って、はい、だからこれ、もしかしたら、何々っていうのが一文字やすさと思ったの。うん、なるほど。金とかの助であって、そうそうそう。はい、正解、秋川田龍之助です。ちょっと近いんだけど。そうなんだ。龍之介が、なるほど、龍之介が、じゃあ、なんとなく頭にあったんだ。あ、なるほど。あ、いい、そうなんだ。マイコの10番の答えも。はい、マイコの10番。秋田は新之介。本業。みんな、近くにいる之介に引っ張られすぎだ。秋田が新之介。羅生門当たってますが。はい。これは意識を止め。これは意識を止めです。ちょっと時間がね、どんどんいけば続きまして、じゃあ。背筋が背筋のシーンです、これは。はい、次、3つ、3ついきます、はい。これって、はい、配られないってことは合ってるってことですか。いや、配らないということは、ここで意思の回答がないと。それはそれで、真面目に、もう、面白くない回答、大事ですよ、それ。まあまあまあ、それがね、当たってると間違ってるかは分かりませんが。はい、じゃあ続きまして、はい。はい、問題1、純選手続きます、どうぞ。1番、1兆を3個、1000億を7個、10億を4個、合わせた数は50兆です。はい、右、はい、上の方にこれ計算過程書いてますね。まず1兆を3個で3兆当たってます。で、1000億を7個で7兆になってますから。で、10億を4個合わせて40兆になって、合計50兆になってます。全部の数字が兆になってます。1番の純正そういうことですよ、これ。あ、はっ、だから、1000が、1個だったら、1兆。あ数の単位分かる。はい、純正書。1、10、100、1000、10万、10万、100、1000、1億、10億、100、1000、1兆。そういうか。
そういうか。そういうか。これを、みんなビビると思ったけど。これ当たった。ビビった。あ、40兆で。そう。これビビってる。まあなんか、多分100センチが1メートルとか、そういう球なんだろうね。あ、でもビビって出たら順です。9番。淳くんが6キロ離れた隣町に自転車で行くのに20分かかりました。淳くんが自転車で進む速さは時速何キロですか？120キロ。淳くんやばいな。はい、速すぎますね。淳選手。だから、これ無理な時間をわざと書いてると思った。俺も12キロとかで間違え、12キロにしようかな。なるほど、120キロが本当正解のきっかけ問題じゃないと。はい、正解は18キロになります、時速。はい、そして、120キロ、正解したときに全然笑ってない人がいました。夜波で突きめくってください。はい、9番、10分120キロ。一緒。120キロ。はい、大人の時速が速すぎます。ワクチンですね、2人とも。まだ何キロか。きっかけと思ったんですよ。あ、同じ、全く同じだ。120キロはないだろうなって考えて、違うことで書くだろうな、いや、でも正解なんだよっていうところだと思ったぞ。嬉しい、嬉しい、仲間が嬉しいっていう気持ちが強いし、そしてですね、次めくってください。マイコ、ジュン君が自転車で進む速さは時速2キロ。これはこれで遅すぎるから。1時間、普通に考えて1時間頑張って自転車で進んで2キロしか進まないで逆に難しい。普通に考えたら誰かやるよ。ジュン君の差が激しすぎるわ。バランス大変だろ。バランス120キロが言うな。途中で多分つけるからね。あとですね、数学、あと、淳選手、今度バーをオープンしますね、はい、バー、はい、6番、はい、600円の筆箱を15バー引きの値段で買いました、代金いくらですか、510円、正解です。そうそうそう、おめでとうございます。はい、淳選手は、しっかりした正解は、算数は6番だけです。バーオープンするだけでもしっかりね、はい、レジでもレベルでこれマッチですね。そうそうそう、すごい。次めくってください。ヨナだろう、6番、600円の筆箱を15万円に15円の正解。何だこれ。他に入らないのヨナミネ、白状するのレモです。正解なんですが、その中次、マイコ、6番、600円の筆箱、15番引きの値段で買いました、代金450円。はい、はい、これ、当たってると思いますか。はい、まだ丸抜もマイコ、この純選手と山田郎で分かったところもマイコ、不正解です。おお、はい、僕を騙されないように。確かに、どうだったか、計算騙されないように。学校のどこでした。最終学歴、玉川大学純粋最終学歴、中部商業高校卒業、最終学歴、中卒高卒大学生、はい、これ正解、三日月もですね。はい、これ難しいんですけど、先生を間違えました。先生は、緑虫と書いて間違えました。正解、三日月です。いい勝負。いい勝負じゃない。一緒ですか。生物でいけるんだと思うんですよ。そして、10番、右のイラストが現れてこない。これやってますね。やってます。夜中はこれやってますね。やってます。最後、書いたんですよ、これ。
はい、スリーポイントの左手の法則がありません、これフリーキングの左手の法則、はい、電磁力のね、それぞれの向きを表すっていうのが一発で分かるフレミングさんが作ったとっても分かりやすい法則、はい、ね、はい、じゃあこれ、続きましてめくってください。はい、純選手、はい、まず2番テコの原理でシュートを食べていきますがテコテコそのままを書いちゃったっていう、これ現場で使うことないですテコの原理、テコの原理っているよ、テコの原理って言いますよね、ちょっとここすぎる、ここのことテコって言うんですか、現場ではテコって言ってるんですテコで、ね、これは力を入れることに力点を入れます、あ、そうなんだ、そんなことは言わない現場ではい、そして、7番問題作って出てます、7番右の生物の名前、リトマス紙、これはプランクトンとか、はい、なんかいろいろこうやろうとしてるけどできないわけ、何かなと思ったこの5個、立夏だから5個、5文字に合わすものしかもう思い浮かばない、5文字の問題でありますけど、リトマス紙純選手の中にある2回用語の5文字がリトマス紙じゃなかったですね、8番月が輝いている理由は何ですか、地球が回ってるから、これ違う地球が回って、それが自転車の車輪の原理みたいな感じで月が輝いてるわけじゃないんですよ、うん、あの太陽の光を反射してるというのが正解ですね、俺マジでもうすぐ最近ではないんだけど、ここもう5年とか今最近前に本当なんですよ、みんなに惹かれるんだけど、はい、太陽と月が一緒と思う、太陽と月が一緒と思ったもしかしてパラレルワールドから来たマジで、で夜になったら月っていう、あ、途中で太陽が夜になったら月ですよ暗くなるさ、あ、いや、こんな風に来たらみんな聞いてから本当にちょっと前に考えたことなくて大丈夫です、純選手みんなそういう人と思ってるんですよ大丈夫です、はい、そして10番出ました、チェキラの左手の場所これはやってます、最後にそれ言って、もうどうしても出ないから、どうしても出ない、もうどうしてもなんか素直にいかんといけん、もう本当に何とかじゃなくて、素直にイラストが表してるのは何っていうことだから、チキラさん、ラップしてると、みんな電流を、そう電流の調査してるってことですよ、ラップしてる人、はい、で、朝日さん、はい、めくります、はい、はい、マイコ、はい、点数まあまあ高いですけど、ちょっと日本語が伝わってない部分がありまして、5番液体の匂いが正しいか知らないけど、あ、A から選びなさいって書いてあるのに、う、え、あ、いって順番変えちゃって、はい、これ、う、まず手で回って嗅ぐ、で、A、ガラス棒につけて嗅ぐ、あ、鼻を近づけて嗅ぐ、B、手の棒につけて嗅ぐ、鼻取れますこんなんでアンモニア4回嗅いでたら鼻取れます、これさあ、それでは理科は以上です。じゃあ次、社会、はい、じゃあ社会めくってくださいはい、続いて出ました、はい、リトンさん、はい、出ました、1番、はい、イギリスのロンドンを通る経度0度を表す線のこと何と言いますか、日付劇団の線、リトンボックス、なるほど、コロナ前にね、やった最後の曲を迎えまして、はい、最近違う舞台やったんで、はい、はい、これはちょっと宣伝しようと思いましたはい、お出会いです、お出会いで、ぜひこれ、一緒に日付変更戦やるよってありますか、ビビるぐらい一緒なんだろう、あれが逆によく当てはしまったなぐらいの本日の四五戦です、はい、聞いたことありますね、本日の四五戦、違うの分かりましたね、違うの分かりました、はい、そして、8番国連の専門機関、国際教育科学文化機関の略称をカタカナで何と言いますか、JICA、正解、ユネスコです。ユネスコ、はい、JICA、最近食堂に取材行ったから、あした鉢合わせがあるので、ちょっとメモ代わりに、メモ代わりに、どこをメモ代わりにしてんの、明日鉢合わせ
ってください、リモートアレンジするの。ちゃんと無理するぴったりなんだもん。ジャケットは特裁協力機構なんで、はい、全然違います。特裁は上がってます。はい、はい、そして、10番、沖縄県の県の日、県の花、県の世界、県の鳥はそれぞれ何ですか？デイコ、デイコ、グルクン、赤瓶。で、最初、デイコ、デイコで、まず2つあるっていうのが、あの沖縄県、デイコ大好きなんですよ。木も花もデイコでいっちゃえ。で、最後、赤瓶。これ何ですか、赤瓶って。鳥なかった？ね、これは、赤商品ですよ。赤商品だ。はい、間違いですよ。ちなみに、これは赤小瓶でもありません。何ですか？野口ビラですね。あ、やっぱりヤンバルクイナではないことは。ヤンバルクイナではないです。はい、じゃあ次、めくってもらいます。いいって嫌だろ。4番、10円玉に描かれている写真の建物は何ですか？銀閣寺。でかいな、銀閣寺。ねえ、これ違います。10円玉銀閣寺出てませんから。あれ、平等院鳳凰堂って言います。そして8番、国連の専門機関、国際教育科学文化機関の略称、カタカナで何と言いますか？オイスト。違いますね、オイスト、沖縄にありますから。はい、あれ、沖縄の技術大学院大学です、あれは。書いてある。そうそうそう。はい、そうそうそう。沖縄にあるの書いちゃう。近くにあるの書いちゃうじゃないんですよ。オイストです。オイスト素晴らしい。いや、素晴らしいじゃなくて、めくってもらいます。はい、マイク、マイクを、4番見てください。10円玉にかけられている写真は銀閣寺。8番見てください。こちらの写真はマイクを。やりました。マイクを今日も話したらバレないだろう。確かに、こんな間違いかぶる。見えない何そのカンニング3人みたいな。これちょっと、はいはい、そういうこともやっていきますんで、はい、はい、で次、めくっていきます。はい、純選手、まず素晴らしいことがあります。純選手、予想外20点、実際は100パーフェクトになります。おめでとうございます。ありがとうございます。予想外20点の実際100パーフェクト。すごい人、7番、見てください。比較三原則とは何ですか？核兵器を持たず作らず貸し替えへん。貸して、お金や、お金や、お金や、ニュースで言うことがあります。日本はロシアから核兵器を借りることになりました。そんな見たことないですよね。はい、おそして、純選手、どれでも、ね、社会の問題解いてるときに、僕がですね、ちらっと耳にしたの、純選手が、ああ、もっと沖縄の問題増やしてくれよみたいな感じで、以前も聞きました、皆さん。はい、10番見てください。沖縄県の、県の木、県の花、県の魚、県の鳥はそれぞれ何ですか？ガジュマル、デイゴ、グルクン、ヤンバルクイナ。半分しか当たってません。あ、でも半分当たってる。はい、嬉しいんだ。そこは全部当てないで。まずガジュマルじゃなくて、県の木、琉球松です。ああ。で、県の花、デート正解、グループの正解、そしてヤンバルクイナじゃなくて野口家だということですね。はい、でも純選手は全部当ててほしかったっすね、これ。あー、聞けなかったなー。なんて、マイクもザビエルも来た理由も可愛いと思います。あ、これもね、ちょっと興味深いですよね。マイコ、はい、ザビエルは本もたくさん日本に持ってきて読ませた。優しい。間違いではないことはしないけど、もうちょい踏み込んでね、まあ、キリスト教の布教のためっていうのが、一番の正解ですから、まあ、聖書はね、みんなに読んでもらったかもしれませんけど、はい、本を読ませるだったら何でもかんちゃうんで、ハンテコアウンスとみんなに読ませるのも正解になっちゃうんで、これが正解です。確かに、はい、はい、ということで、社会は以上です。持ち帰りたい、純選手好きですと。何が持ってるんでしたっけ？英語か。ホチキスで止める。あ、でも薄い。お、薄いよ。はい、二人しかいない。はい、そりゃそうですよ。さあ、誰かな。
どっちも、秋山さんもね、マイコも予想は良かったんですから、はい、こっちの回答じゃないということじゃ、まず、めくってください。はい、山太郎の回答用紙ですね。7番、次の文章を日本語にしましょう。Steve usually eats hot dogs in the park。答え、パークでホットドッグを食べてました。あのパーク頑張ろう。パーク、パークで、パークでどういう意味か分かる？パークは会場、会場、あ、ちょっと違うな。公園、公園か、会場が間違ってた。はい、でこれスティーブも入ってないし、ユーチュラルいつもも入ってません。はい、スティーブはいつも公園でホットドッグを食べてますっていうのが正解ですね。で、10番、例文を参考にして次の英単語の読み方と意味を答えましょう。はい、これ、読み方、これまず読解不能でした、これ。なんで、なんでかね、これゲラフ、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 ゲラフで、意味が変えない。フェラーリのボトムゲラーリゲットアウト、ゲラ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 ウト、はい、意味がキリン でキリンは英語でジラフ、それが正解です。キリンが英語と思ったの、キリンが英語と思った、あ、キリンっていう。あ、なるほど、なんかもう和名があって英語で言ったらキリンだった、パナナとかそういう感じで、そうそうそう、キリンと思ったの。違いますか、ジラフですので、はい、覚えて帰ってください。はい、はい、じゃあ次見せましょう。日本か、はい、2番、まず同点です。同点だ。2番見てください。次の文章の最後に語をつけて現在完了形に直しなさい。ムービーハッピーフォー。すごい、なんか現在完了あったと思う。一応通知はするかもしれないですけど、あの気持ちは伝わったんです。多分前ね、楽しかったから映画見てるのが伝わるとは思うんですけど、現在完了形ですので、ハブプラス過去分詞というのが現在完了形ですので、そしてあと7番、スティーブ usually eats hot dog in the park。 はい、ここの公園は犬を散歩しやすい。そんなに難しい英語使われてないですよ。これドッグって書いてるんですか。ちょっと思考行為際って言うじゃない、自分そう、準選手あ、思考行為インドアチャンスです、それ。ホットドッグ、あー、そういうことか、ホット、これも吉澤さんが純選手にあっち高校に行くのは書いてほしくて、ステーブはいつも公安であっち高校に行くのを食べてるっていう面白くも正解を導き出せるラッキー問題だったんです。吉澤さんのパスと売り物がなかった。そういうことか。これホットっていうのはなんかなんとかハなんとかハックみたいな言うさ、あんなと思ったわけよ。はい、でドッグイズザパークは絶対いいと思ったわけ。ちょっと違う。これは8番すごい。8番見てみましょう。8番、ハリアコは You will be late。 元気ですか。どういう意味だ。ハワイですね。ハワイ、はい、これは英検準2級、マイコさんがどういう意味ですか。8番のハリアコ、急いで、あなた遅れちゃうよ。大正解でございます。さすが英検準2級、すごい。9番、例文を参考にして次の英単語の読み方と意味を答えましょう。純選手、最近何かあったんすか。読み方、スリップ、意味、滑る。何かあったんすか、純選手。あれ、だから、あの英語の難しいのは S とか C がサーシースープになったりするさ。うん、よかったです。ちょっと意味が分からないです。分かるよ、分かるよ、分かるよ。そう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 、ローマ先生、ローマ先生、2人だけ違う学校で義務教育
じゃない学校行ってました。はい、こちら読み方スリップじゃないし、これ、東京家政大学出身のヒント、はい、9番、これなんて読み方ですか。これクライム、クライム、意味は登る、登る、素晴らしい。あ、ありがとうございます。はい、なのでアイオンというクライム、富士、マット、マット富士さんと、はい、これはどっから来るんですか。吉川さんの富士です、マット富士です。富士さんだって特別なんですよね。そう、もちろんもちろん富士だからもう F が来ちゃう。はい、意味が登るです。だから、この純選手のスリップで行くと逆に富士山にいつも滑ってるのかもしれない。そういうことの大事です。俺マジで富士山もあるから、あ、これは絶対スリップだな、スリップの可能性あるなとか富士山って書いてた。でも意味って書いてた、意味に富士山って書いた方がいい。意味に富士山って書いてた。スリップで意味富士山。そしたら違うなと思って滑るでした。なるほど、熱量だけ伝わりました。間違いです。はい、というような形で、はい、他のどうですか。第1回ですけど、第2回もやってみたいと思いますか。こんな面白くなると思わなかった。ちょっと面白くしようと思ってるんよ。そう思ってないから。いやいや、本当にこっち側からしたら助かります。本当にありがとうございます。またぜひね、評価が上げれば第2弾もあると思いますので、やってみましょう。俺たちみたいにはっきりバカだったらいいんですよ。誰ですか。ちょっと中途半端に、ね、中途半端からマイクを中途半端ね、そこ大丈夫かなって俺は心配なの。めちゃくちゃバカがちょっとバカを心配してるんです。どういう構造。みんなでハイキングしたいよ。みんなでハイキングしたいよ。ハイキングハイキングしハイキングいい。はい、じゃあそれでは進みましょうか。はい、ごめんなさい、この動画で歌さんたちもね、チャンネル登録アンサーに高評価ボタンいたされるという逃げ下から、せーの、沖縄チャンネルスタイチャー。